メアリー・アン・ポリー・ニコルズはホワイト・チャペル殺人事件の被害者の一人である。ニコルズ殺害は有名な連続殺人者の切り先、ジャックの最初の犯行と考えられている。切り先ジャックはロンドンのホワイト・チャペルで少なくとも5名の女性を殺害したと考えられている。メアリー・アンは1845年8月26日にロンドンの双方にあるディーン・ストリートで生まれた。父は ジョーマイタンヤのエドワード・ウォーカー、母はキャロラインである。1864年1月16日に印刷装置機開工のウィリアム・ニコルズと結婚し、1866年から1879年の間に5人の子供を設けた。子供の名前は、エドワード・ジョン、パーシー・ジョージ、アリス・エスター、イライザ・セアラ、ヘンリー・アルフレットである。 二人の結婚生活は1880年、または1881年に破綻したが、その原因をめぐって問題に発展した。メアリーの父は、ウィリアムが末っ子の出産に立ち会った、看護師と恋愛関係になり、メアリーを置いて出て行ったとして、ウィリアムを非難した。しかし、ウィリアムは、看護師と恋愛関係にあったとされる日の後も、少なくとも3年間は結婚生活が続いていた。 証拠があると主張した。ウィリアムはメアリーが自分を捨てて売春を行っていたという主張を曲げなかった。警察の報告によれば二人が別れる原因となったのはメアリーの飲酒癖だという。ウィリアムは法的な理由から疎遠になった妻を扶助する必要があったため一週間おきにゴシリングの手当てを与えた。しかし1882年にメアリーが 売春婦として働いていることをウィリアムが聞きつけたことで手当は払われなくなった。妻が違法な手段で金を稼いでいる場合は妻を扶助する必要がなかったためである。メアリーは残りの人生のほとんどを旧品院や下宿屋で過ごした。生活は事前の施し物か売春によるわずかな稼ぎに頼っていた。メアリーは父と一緒に1年かそれ以上暮らしたが、 口論の後に父のもとを去った。メアリーの父が聞いた話によれば、メアリーはその後、ウォルアースに住むドゥルーという名のタンヤ公と一緒に暮らしたという。1888年前半、メアリーはトライファルガー広場で野宿していたところを発見された後、ランベス級品院に移された。5月に旧品院を出て、ワンズワースで召使いの仕事を始めた。 この飯使いの仕事は不幸せなものだった。メアリーはアルコール依存症だったが、雇い主のカウドリー夫妻は絶対権止主義者だったので、ある。2ヶ月後、メアリーは3ポンド10シリングの価値がある衣服を盗んで立ち去った。殺害された当時、メアリーはスピタルフィールズにあるホワイトチャペルコモンロッチングハウスに住んでいた。エミリー。 ネリー・ホランドという名前の女性と部屋を共有していた。バックスロー。この場所でメアリー・アン・ニコルズは殺害された。8月30日午後11時頃、ニコルズがホワイトチャペルロードを歩いているのを目撃された。8月31日午前0時30分、スピタルフィールズのブリックレーンにあるパブを出たところを目撃された。1時間後、 ニコルズは宿泊費に4ペンス足りなかったため、スロールストリート18番地のロッジングハウスから追い出された。記録にあるニコルズの最後の発言によれば、入手した新しいボンネットの助けを借りて、通りで足りない分の金をすぐに稼いでくるつもりだったという。午前2時30分頃、同居人のエミリー・ホランドが、オズボーンストリートとホワイトチャペルロードの曲がり角で、ニコルズに会った。 ニコルズはホランドに、その夜の宿泊を3回できるほどの金を稼いだが、何度もアルコールに使ってしまったと語った。生きているニコルズの姿が目撃されたのは、これが最後だった。ニコルズは、その1時間後に殺害されることになる。午前3時40分、ホワイトチャペルのバックスローにある門口の前で、ニューマ社の業者のチャールズ・アレン・クロスが、地面に横たわっているニコルズの遺体を発見した。 場所は、ロンドン病院から約135メートル、ブラックウォールビルディングスから約90メートルの距離だった。スカートがめくれ上がっていた。荷車の御車であるロバート・ポールが通勤中に、通りがかり、クロスの方へ近づいてきた。クロスはポールを呼び寄せ、二人は通りを横切って、遺体の方へ向かい、一緒に遺体の様子を調べた。クロスは、死んでいるようだと言ったが、ポールは、 確証が持てず、気を失っているだけかもしれないと思った。二人は、めくれたスカートを直して、下半身を隠し、警察官を探しに行った。クロスは、ジョナス・マイズン巡査と出くわし、すぐに、マイズンに、ニコルズのことを伝えた。その際に、女性は、死んでいるか酔っ払っているようだが、おそらく死んでいると思うというようなことを言った。その後、クロスとポールは、通勤に戻り、 マイズンにニコルズの遺体を任せた。マイズンが遺体に近づいた時、巡回中のジョン・ニール巡査が別方向からやってきた。ニールはランタンで合図を送って3人目の警察官のジョン・セイン巡査を現場へ呼び寄せた。殺人事件が起きたというニュースが広がり、ウィンスロップストリートにある廃場地区処理場から夜通しの仕事の最中だった3人のバーニク処理業者が遺体を見に来た。 バニック処理業者や近隣の通りを巡回中の警察官、バックス、ローの横の住宅の住人の中に遺体が発見される前に怪しいものを見聞きしたと報告した者は誰もいなかった。セイン巡査は下界のヘンリー・ルエリン医師を呼んだ。午前4時にルエリンは到着し、ニコルズは約30分前に死亡したと結論付けた。ニコルズの喉は左から右に2回切られており、 腹部は切り刻まれていた。腹部には深くギザギザとした傷が一箇所、腹部を横切る傷が数箇所あった。腹部の右側にある3.24箇所の傷は似通っており、同一のナイフで下方向に激しく切りつけてできた傷のようだった。ルエリンは犯行現場に少量の血液しか残っていないことに驚いた。大きいワイングラス2杯がいっぱいになる程度。 つまりは多くて0.3リットル弱しかなかったという。このことから、ニコルズは、遺体が発見された場所以外で殺害された可能性が出てきたが、実際は、傷口から出た血液は、衣服や毛髪に染み込んでいたというだけだった。ニコルズは、遺体が発見された場所で喉を素早く切り裂かれて、殺害されたことはほぼ間違いなかった。 喉を切られた傷でニコルズはすぐに死亡したようで腹部の傷はニコルズの死後につけられたものだった腹部の傷をつけるのに5分とかからなかったようである一般に人間が死亡した後にさらに遺体に傷をつけても必ずしも大量の出血があるとは限らない繊維巡査によれば遺体を持ち上げてみると固まった血の大きな塊が遺体の下にあったという 1888年9月8日のザイラストレーテッドポリスニュースに掲載されたニコルズ殺害の検視審問の様子を描いた絵。殺人事件はロンドン警視庁のベスナルグリーン地区の管轄で発生したため、最初は地元の刑事やジョンス・スプラトリング警部補、ジョセフ・ヘルソン警部補が捜査に当たった。しかし、ほとんど成果がなかった。報道機関内の分子が 以前に発生していたエマ・エリザベス・スミス殺害事件とマーサタ・ブラーム殺害事件とをニコルズ殺害に結びつけニコルズを殺害したのはスミスの事件のようにギャングではないかという説を唱えた一方でスター神は単独犯による犯行という説を出し他の新聞もそれぞれの筋書きで報じたロンドンで連続殺人者がの放しになっている疑いから スコットランドヤード中央局からフレデリック・アバー・ライン。ニコルズは身元確認ができるものを持っていなかったが、ペティコートにランベス級品員で選択された印がついていたため、これを通じて身元を特定することができた。以前にいた級品員の居住者がニコルズの身元を割り出し、ネリー・ホランドとウィリアム・ニコルズが遺体がメアリー・アン・ニコルズのものであることを確認した。 ニコルズの死亡証明書には死亡時点で42歳と書かれているが出生記録の情報は43歳で死亡したことを示していた。死亡証明書の年齢のごきと応募式ものは棺の名札や墓石にも反映されていた。検視審問の際にニコルズの父からもニコルズは死亡時に43歳だったことの確認が取れた。その際、 父はニコルズが人年齢よりも10歳若く見えると述べた。ニコルズの検視審問は9月1日にホワイトチャッペルロードのワーキングラズインスティチュートで開かれた。検視官のウィン・エドウィン・バクスターが検視審問を担当した。タイムズで検視審問の証言は次のように報じられた。5本の歯がなくなっており、下に小さな裂傷があった。顔の右側の方で、 顎の下の部分に沿って打撲症ができていた。拳による大高、親指による圧迫で生じた傷の可能性がある。顔の左側には円形の打撲症があり、こちらも指による圧迫で生じたものである可能性がある。首の左側では顎から2 5トルほど下の方に列傷症があり、耳のすぐ下から1 0トルほど切り裂かれていた。同じく首の左側に 先ほどの傷から2 5トル下に傷があり、首の前の方から2 5トルのところから、右顎の7 6トル下のところまで丸く切り裂かれていた。その傷は、頸椎の下の組織を完全にすべて切り裂いていた。首の両側の大血管が切り裂かれていた。その傷は、約2 0 3トルの長さだった。これらの傷は、 刃渡りの長いほどほどの鋭さのナイフで非常に激しく、切り付けてできたものに間違いない。チブサには血がついておらず、体や衣服に餅はついていなかった。そこから下腹部までには傷がなかった。下腹部の左側から5センチメートルから8センチメートルほどのところでギザギザの傷があった。その傷は非常に深く、組織を貫通していた。 腹部を横切る裂傷が数箇所あった。右側には同じような下方向の裂傷が3.4箇所あり、どれもナイフで下方向に激しく切り付けてできたものである。傷は左から右へ付けられており、左利きの人物によって付けられた可能性がある。すべての傷は同じナイフでつけられていた。ルエリンは殺人者は左利きの可能性があると推測したが、 後にこの初期の推測は誤っている可能性があると語った。しかし、殺人者は左利きであるという話はその後も信じられ続けた。レザーエプロンと呼ばれる地元の人物が犯人の可能性があるという噂が流れ、警察が捜査した。しかし、警察はその人物が犯人という証拠はないと記録していた。想像上の レザーエープロンの描写が新聞に掲載されたが、そやな、ユダヤ人のステレオタイプでしかなかった。ライバル誌の記者たちは、記者の空想の産物として退けた。ポーランド系ユダヤ人のジョン・パイザーは川から履物を作る仕事をしていたが、レザーエープロンという名前で知られていた。警察は、証拠が不足していたがパイザーを逮捕した。しかし、 アリバイが確認されてすぐに釈放された。パイザーは自身を殺人者として報じた少なくとも一社の新聞社から金銭的保証を得ることに成功した。検視審問は警察による証拠集めのために数回延期し9月24日に終了した。得られる限りの証拠からバクスター検視官はニコルズは午前3時直後に遺体が発見された場所で 殺害されたと結論付けた。バクスターによる役場の中で、ニコルズ殺害がスミスやタブラムの殺害と関係する可能性は知りけられた。使用された武器が二つの事件とは異なる上に、どちらの事件でも被害者の喉が切り裂かれたわけではなかったためである。しかし、ニコルズの検視審問が終わる前に、アニー・チャップマンが殺害される事件が発生した。バクスターは、 チャップマンとニコルズの遺体の傷に顕著な類似性があると記した。警察によるチャップマン殺害とニコルズ殺害の捜査は統合された。メアリーの検視審問が終了した1週間後にエリザベス・ストライドとキャサリン・エド・ウッズが殺害され、11月9日にメアリー・ジェーン・ケリーが殺害された。類似の手口からこれらの事件は関連付けられ、報道や大衆は切り裂き、 ジャックと呼ばれる一人の連続殺人者の犯行と見なした。ロンドン市共同墓地にあるメアリー・ニコルズの墓標、メアリーは1888年9月6日に埋葬された。その日の午後、遺体は磨かれたニレ材の棺に入れられて、ヘンベリー・ストリートの葬儀屋のヘンリー・スミスのもとへ送られた。葬列は葬式用馬車とウィリアム・ニコルズとエドワード・ジョン・ニコルズを乗せた2台の馬車からなった。 ニコルズはロンドン市共同墓地に埋葬された。現在のメモリアルガーデンの端にある21752という数字が振られた公営の墓に眠っている。1996年後半、ロンドン市共同墓地の運営はニコルズの墓に名板をつけることを決定した。ありがとうございます。